皆さんこんにちは大臣です、えー、この週末ね明日から土日なんですけども、えー、38期というね、えー、クラスで、えー、明日で5日目かなで明日対人関係でねあの、まあ、起こっている問題みたいなものをどうやって解決していくかっていうことに関するねいろんな考え方とか手法とかを、えー、教えたりする日なんですけど。 まあ、えー、それの準備をしててあそういえばあのこの話ビデオで、えー、したことなかったかもしれないなと思って皆さんにもちょっとシェアしておきたいと思います。えー、ブリーフセラピーの統合モデルっていうね、えー、若島幸文先生って、えー、東北大にまだいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどあのー、ねえー、から学んだえー モデルなんですけどねここに書いてあるやつで,ですごく、まあ、分かりやすいと思うので何、えー、かのね参考にしてもらえたらいいなというふうに思います。まあコーチングって基本はさあの、えー、グローモデルみたいに何、まあ、か問題があったとしてもね、えー、結局どうなったらいいのっていうのを、まあ、明らかにしてでまあね現状 すででに何ができてるとかねこうリソース探したりしながらじゃあどんなやり方ね今までと違ってやってったらいいかって、まあ、するわけで,でそれをうまく使えるようになったらあのどんな問題でもねもちろんコーチング的なアプローチで、えー、なんか変化を作っていくってことはできるわけです、まあ、ソリューションフォーカスターアプローチなんかもそうですけれどもで、まあ、ところがちょっとそれだけだと道具が足りないとか <laughs>、えー、いう時にねなんかこれを知っとくといいんじゃないかなということですで、まあ、問題を使う時にね、えー、まずここで分岐するわけで、ね、比較的良い うだからもうなんか例外なく、えー、うまくいってないっていう状態なのかそれともねなんかまあ いいやいや問題の時もあるんだけどこうましな時もあるよっていうパターンなのかね。でましな時もあるんだったらねあるパターンだったらえまあ例外事象とかって言いますけどうまくいってる時っていうのをえ探してね特定してでその時にクライアントがどんな行動をしてるかでえそれを探していくでだからなんか自分自身を良くするための行動もそうだし何かねその周りとのコミュニケーションを良くすることに役立ってる行動もそうだしそれか何かね自分が求めてるものっていうのにこう役立つ行動もそうだ なんか要はその問題じゃなくて比較的多い時ね、まあ、例外事象とかって言いますけどそういう時にとってる行動っていうのが 何かね問題解決の参考になるだからそういう行動を見つけてで「do モアもっとそれを増やしてみましょうとかねその類のことをもっとやってみましょうっていうのがまあなんか一つの切り口になりますよっていうことなんですね。で、えー、比較的よい時がありますかなんかその問題でねな何の問題でもいいんですけど、えー、比較的よい時ありますかでないともうとにかく例外ほとんど見当たらないとかあのほぼほぼ悲惨な状態だっていう時には えー、もうしょうがないからこの問題の中に突っ込んでいきますと。でだけどそれで何をやりたいかって言ったらこれね「偽解決」っていうのを探すとなんか MRI メンタルリサーチインスティチュートですかね、えー、っていうところの、まあえー、人たちがねこう考案して、えー、で解決こそが問題であるなんていうねあの本がずいぶん前に出ましたけれども、えー、要はねなんかこのね 問題を解決するための、まあ、解決努力とかって言いますけどなんかねクライアントがやってることっていうのが実はなんか問題を作ってるとで。その可能性があるからなんか問題を、えー、問題に取り組んで解決しようと思ってそのクライアントがやってるまだクライアントの行動ですよねを調べてあ,あそうかなんか良かれと思ってこういう行動をしてるからこの問題がずっと繰り返されてんだと。 ね、でほらもうみんなさ頑張ってさ例えば大変な状況だともうとにかくなんとか自分でやんなきゃと思って頑張りすぎてでパフォーマンス落ちたりとかミスしたりとかもそうだし、ね、あのなんかとにかく、えー、部下に頑張らせようと思ってねなんか部下がっ妬激励しててで部下がこうなんか反発してってでこの問題がずっと起こってるとかねでもしくはねこの自分でもうしょうがないからってねなんか面倒見てあげようとかってしててそれがためにねどんどん依存してくるとかで問題が起こってるとか要は良かれと思ってやってることがこの問題を作ってる可能性があるからそういうふに見てで,で えー、何かねそのことに気がついたら「えー、Do something different」別の行動を取ってみましょうと、まあ、すごいシンプルなモデルだよねでもなんかね、えー、こんなにあにチャートでね、えー、なんかこの場合分けをしてみてで、えー、なんかね、えー、指針をこう立ててみるとかっていうことがねもしかしたら役に立つかもしれないと思ってご紹介でした是非ねいろいろとこれを使って考えてみてはいかがでしょうかそれではまた